こちらは本来のカードエド・アウレリオに代わって出場、弟の穴は俺が埋めると名乗りを上げましたマーカス・ビニシアスです。赤方174センチ、 79.9キログラム。さあ、実戦からで代表、谷川さん、はい、行政書士という顔も持つ一生交代から登場ですね。そうですね、本当に、はい、僕はあの子供の頃ですね、空手バカ時代って本を読んで、そこにカポエラが出てきて、初めてカポエラっていうものがブラジルにあるんだっていうことを知ったんですが、放送席からも何度も見てきたと思いますが、はい、改めてその旋回スピードも含めてカポエラの魅力ってどんなところでしょうね。そうですね、あの回転力、スピード、あの運動神経、はい、運動神経も人それぞれですけどね、あの足だけで戦うというのがですね、非常にこう センチほど深いということで185センチありますお兄さんのビニシアス。さあ、まずはこの立ち上がり入り、おー、強烈な音がここにも響いてまいりました。そして池上が転落していきます。いや、そうそうそう、プレッシャーで転落を取りました。一気に押し込んでいきました。さあ、そして中央での探り合いになります。信達選手はね、さばいて、なんとかこの、はい、ね、回転の旋風脚をですね、さばいて、空手の技でいきたいと言ってましたけど、やっぱパワーがありますよね。あっと、ここは一気に落ちていきましたが、同体というジャッジになります。谷川さんね、非常にこの両者リーチ差がありますよね。鈴木にとってはこのパンチで距離を縮めるというのはどうでしょう、一つリスクがありますか。このパンチ受けて落ちて、まだ1分経っていませんが、さあ2度目の転落ということになります。まだ2分あります。成田さん、はい、この巌流島でいきますと、はい、3度の転落ですよね。谷川さん、これはカポエラとしての、 蹴りの旋回というよりもどうでしょう、ビニシアスはこれ今、ね、チャンスだと思ってるから場外で勝とうとしますね。まあ、一つその左遷としては転落を狙っていくというところが、内藤さん、はい、それにしてもこのカポエイラすごい。